田村賢治は日本の政治家、元衆議院議員、元内閣府大臣政務官、通称田無県の愛称で親しまれていた、東京都練馬区出身、筑波大学附属駒場中学校、高等学校卒業、東京大学法学部卒業、1991年大蔵省に入省、配属先は銀行局、1993年に ミシガン大学大学院に留学する。2002年、財務省を退官し、山村県衆議院議員の政策秘書になる。2003年11月の、第43回衆議院議員総選挙に、民主党公認で静岡4区から出馬するも、小選挙区で敗れ、比例復活もならず落選。2012年5月、シンガポールにて、国務大臣、マサゴスズルキフリ、衆議院議員。 戦国義と三宅由紀子、谷田川本らと2003年11月の総選挙において、田村は当初民主党比例党海ブロックの落選者の中で、津川翔吾、浅野誠に次いで、赤配率が3位であったが、比例復活で当選した愛知十区の佐藤幹寿が、秘書給与差しにより辞職したことで、辞典の津川が繰り上げ当選。続いて、次々天の浅野が、 公職選挙法違反容疑により、後半中だった2004年3月、比例区名簿から削除された。田村は3位から辞典に繰り上がり、2004年11月4日に、続き譲るが公職選挙法違反により辞職したため、繰り上げ当選した。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風の煽りを受けて静岡4区では敗れたが、 比例東海ブロックで復活し再選。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では初めて静岡4区で当選し参選。同年9月、鳩山幸男内閣で内閣府大臣政務官に就任。2010年6月に発足した菅直人内閣でも再任された。同年9月、菅直人改造を内閣発足に伴い退任し、 民主党総括副幹事長に就任。2011年1月、副幹事長を退任し、民主党政策調査会副会長に就任。同年6月、民主党静岡県連会長に就任。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙及び2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、いずれも小選挙区で敗れ。 比例復活もならず落選した。2015年2月16日に民主党静岡県第四区総支部長を辞任。政界引退は否定している。2015年3月に活動の拠点を東京に移し、楽天株式会社アドバイザー、政策研究大学院、大学客員研究員などを務めた。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、 希望の党から東京を16区に出馬するも落選。現在はベンチャー企業数社の顧問、一般財団法人役員を務めている。ありがとうございます。